皆さんこんにちは。今回こそ第33回目ですよね。そうだ。今回もリクエストで、現代に復活した大口径狙撃銃、バレットモデル82を紹介する、怪物ライフルの走りですね。非常に知名度ある銃器だ。この動画では日々リクエストを募集している。何か調べていただきたい、最速などありましたらぜひコメントください。では早速始める。時代は冷戦、1960年代に遡る。当時は冷戦真っ最中で、流通撃墜事件やキューバ危機、ベトナム戦争、ケネディ大統領暗殺事件と後年に名が残る出来事が多く起きていた。そんな時期の兵器開発において、もうすでに大口径の弾丸で敵戦車を撃ち抜くという対戦車ライフルは戦車開発とともに二次大戦中期から廃れていて、すでに過去の遺物となっていた。対戦車としての運用は対戦車砲、そして当時はもうすでに対戦車ミサイルが登場しつつある時期でしたよね。ただ対戦車ライフルの弾薬として初登場した実砲、12.7×99mm 弾はアメリカ軍によって M2 ブローニング等の弾として用いられていて、その弾薬自体は引き続き使用されていた。M2 ブローニング自体は M1917 の後継として登場した M1921 から発展した銃器であり、1933年に米軍で採用され今日まで用いられている。このブローニング含めた銃器や機関砲は大きく飛距離ある弾薬を無反動で射撃できてしまうため、長距離射撃が可能だった。この例は独ソ戦や朝鮮戦争、そしてベトナム戦争にも用いられたことが確認されている。1967年時のベトナム戦争にて、アメリカ海兵隊員のカルロス・ハスコックは、M2 を M3 三脚に取り付け、土嚢で安定させた後に8倍スコープを取り付けた状態で狙撃を行った。2286メートル先の目標に向かって射撃し、初弾で自転車を破壊した後に自弾で胸を撃ち抜いたようだ。通常の機関銃弾で狙撃したんですかね？さらに1982年のフォークランド紛争では、ロングドン山を防衛していたアルゼンチン軍がブローニングに暗視装置を取り付けて、前進するイギリス兵に対して狙撃を行った。銃機関銃が対物ライフルまがいの運用をしていたという事実が結構あるんですね。今回紹介する銃器を開発したロニー・バレット氏はもともとはプロの写真家であり、大学を卒業しておらず、さらに科学や工学についての専門教育さえ受けていない人物だった。1982年1月1日、宣伝用の写真を撮影するためテネシー州ナッシュビルのストーンズ川を訪れた際に、バレット氏は河川哨戒艇に搭載されていたブローニング M2 の弾薬 12.7×99mm 那投弾に感銘を受け、これと同じ弾薬を用いる片付け銃器を設計できないかと考えるようになった。銃器ではなく実砲ですか。彼は機械砲に関しては素人だったが、一方で遠距離射撃の愛好家という側面を持っていた。ただ当時 22.7mm 弾を民間で発砲するとなるとオーダーメイドで銃器を作成するか、もしくは二次大戦の骨董品を購入して改造するほかなかった。後者は今じゃ考えられない選択ですね。そしてもしそれを実現してもその反動は凄まじかった。そのためバレット氏は50キャリバーを用いり、反動を軽減させたライフルを開発することを決定した。バレット氏はこの時期の M82 開発について、こう語っている。ダイニングテーブル上で設計し、最初の1丁は床板も張られていないガレージで作った。彼は決定すると早速設計を手掛け、完成した図面を抱えながら様々な町工場にへとこの話を持ち込んだ。この設計図を見た大半の町工場の人は設計した銃器が良いものであれば、もっと賢い人がすでにそれを設計しただろうと言って一蹴した。こんなきつい言葉がバレット氏に飛んできたわけだが、それでもバレット氏は他の工場にへと訪問し続けたようだ。意志の強さが伺えますね。そんな中、機械工のボブ・ミッチェル氏が協力を了承し、仕事が終わった後の時間を使ってバレットが設計した銃器の実現に乗り出した。時にはミルや旋盤などの作業機械を用いり、ハリー・ワトソン氏の協力もありながらついに銃器が完成した。太い。他の町工場の人の発言は正しかったのかもしれない。この銃器は4ヶ月もしないうちに完成し、射撃可能だった。感銘を受けてから4ヶ月で実現。早いですね。この最初期モデルに微調整を加え、より洗練した見た目と改良を施した2番目の試作銃を開発した。開発次第ヒューストンで開催された談笑にて最初期モデルの射撃映像と改良を加えた第2のモデルを展示することで宣伝し、3人の投資家から資金を得ることに成功した。宣伝に成功。その資金をもとに床が砂利のガレージに店を構えられるようになり、2個のガンラックに合計30丁のライフルを保管することができたようだ。ただ前述の通り、同様の弾薬が対戦車ライフルで用いられていたという事例から、この銃器はすでに時代遅れな対戦車ライフルの一種とみなされ、実際当初の軍の反応は良くなかった。もちろん現代戦車には歯が立たないのであくまでこの銃器はアンチタンクではなく、アンチマテリエル、対物ライフルとして販売されていた。あれ？アンチマテリアルじゃないんですか？マテリアルは物質、そしてマテリエルは軍事における物質、車両、火器等を指している。どっちも物という意味だが、英語圏ではマテリエルが一般的なようだ。
まあ、厳密に注意するならば対物ライフルと呼称した方がいいかもしれない。ちなみにアンチマテリエルライフル自体を用い始めたのはバレット M82 かもしれないが、1980年には IWS2000、そしてキューバのマンビ AMR やアイバージョンソン AMAC1500 が登場しているので、世界初の対物ライフルではない可能性がある。サブマシンガンの初は MP18 とベレッタ M1918 であり、名称の初使用はトンプソンという感じですね。ヘリーゲルを忘れてはならない。では設計に入る。まずは比較だ。今回は同時期に登場した各国の対物ライフルと比較する。すごい顔ぶれですね。まずは全長。この点に関しては平均的な全長だ。次に重量。2種は不明だが、当時の対物ライフルとしては比較的軽量な分類になると思う。バレットの重量はスコープなし、ありどっちなんでしょうね。次は重心長。重心が短いとそれは精度に影響するが、この M82 ラインですでにある程度の精度は確保しているので、これは劣っていても問題ないと思う。各対物ライフルの運用方法の差だ。バレット M82 の利点は比較的持ち運びしやすいというところだ。ゲパード M1 ですと緊急退避の際はその場での廃棄が指示されてましたよね。次は使用弾薬と相談数。M82、AMAC1500、ゲパード M1、OSV96 は同規模の弾薬だが、一方で AMR は PTRS と同じ弾薬で IWS2000 に関しては APFSDS 弾を用いている。APFSDS 弾を射出する対物ライフルですか。まあ、うまくいってないという話も見られたが、ともかく貫通力は IWS2000 が一番上だ。ただバレット M82 の相談数に関しては同程度、または最大の容量を持っている。次は銃口初速。12.7mm クラスの初速は850〜900mph な一方で、それ以上の弾薬となると 1000mph 超えが登場してくるようになる。APFSDS は APFSDS してる初速ですね。最後に作動機構。それぞれだが、M82 はショートリコイル、ロータリーボルト閉鎖となっている。方式だけで見れば MG34 と同じだ。IWS2000 はすごいことになってますね。この銃器はショートリコイル、閉鎖機構はロータリーボルトを用いている。ショートリコイルというのは発射後の薬室の圧力により、弾丸の推進とともにボルトも後退させるという反動利用方式の一種となっている。同じ反動利用方式のブローバックでは閉鎖機構はなく、重心は固定されたままボルトが後退するのに対し、今回の銃器が採用するショートリコイルでは閉鎖機構を設け、発砲直後にボルトが後退しようとするとともに重心も後退する。直前の回もそういえばショートリコイルとして紹介しましたよね。発砲すると弾丸が重心から出るまでの間は、ボルトと重心が閉鎖されたまま後退し、重心から弾丸が出ると同時に発射ガスが出て、薬室の高圧が下がるとともに閉鎖は解除、重心とボルトは分離してボルトだけがいっぱい後退するという感じだ。閉鎖機構はボルト自体が回転するロータリーボルトで、トライアングルのような3つラグを薬室の高圧による作動を利用して結合、解除している。ショートリコイル機構における欠点として挙げられる重心が稼働してしまうために精度に劣るという指摘は確かにあるものの、この銃器自体はいくつかの長距離射撃に成功しているわけなので、この欠点の影響は過大なものではないと思う。ゲパード GM6 もロングリコイルですから重心が稼働しますよね。ただ作動機構がシンプルなボルトアクションは発砲直後の稼働が最小限なので、それらの方がより良い精度を持つことができる作動機構だということは述べておく。ボルトアクション、半自動ともに精密射撃に用いることができるというのは間違いないですね。重心の交代距離は前述したショートリコイルにより約1インチ、25ミリ交代する。外見の構成は AR15 のように上部と下部にレシーバーが分離していて、それらは2つのクロスピンで接合されている。レシーバー上部にはスコープマウント、または仕掛けにレールがあり、ハンドガード下部には2脚が備えられている。リアサイトは初期の方は固定だったものの、後年には脱着可能になった。これはキャリングハンドルや2脚もそう変更されている。バレルジャケットとハンドガードには放熱穴が設けられ、銃口には独特なマズルブレーキが取り付けられた。そして銃尾には車種負担軽減のパッドが取り付けられている。マズルブレーキと吸収パッドで反動相殺を図るんですね。銃右側にコッキングハンドルがあり、重心は熱分散率向上を図る厚い重心に、軽量化のため肉薄したものを使用している。狙撃用の重い重心だ。軽量性を向上させるため15秒で組み立てられるよう設計されている。そのためその構造はシンプルで、運搬時は分解してケースに収納するのが一般的なようだ。見た感じ全体的に大きくて複雑な箇所は少ないですよね。もともとはスリングでの運搬が図られていたが、その長さと重量の影響でかなり不快なようで、前述のケース収納になったみたいだ。後年には M2 も取り付けられる M3 三脚に取り付けられるよう改良されている。射撃は副射角脳で固定するのが一般的だ。セミオートなので即座に連射できるが、マズルブレーキから噴射したガスが当たりの射陣筒を覆わせ、照準が遮られる。距離が遠くなるほど微細なズレでも照準はかなり動きますから、照準器の視界は確実にフィードアウトしますよね。
初期はマズルブレーキの能力不足により強い反動が伴っていたようだが、箱型のようなマズルブレーキへの発展により最大 30% 減、つまり約 70% の反動で射撃できるようになっている。その実感反動は12ゲージ3弾銃並みだ。ある程度の反動に抑えることに成功しているため、腰打ちでの射撃や両手持ちを行った映像が見られる。当たるとは言ってない。ちなみにこの銃器の弾薬、12.7×99mm 弾は機関銃にも扱われると前述したが、どうやら M82 は機関銃グレートのものを使用し、それが実際に狙撃を成功させているようだ。50DMG 弾は他の狙撃に用いられる弾薬と比べ明らかにパワーが高く、その重い弾頭も合わさることでより多く飛ぶことができ、風の影響も比較的影響しづらい弾薬となっている。バレット M82 は1982年に本格的に始動し、1983年から民間向けの販売が始まった。特許の取得は1987年となっている。元々の開発背景で答えは出ていますが、こんな銃器が民間で購入できるんですか？国家自体では特別禁止されているわけではないので購入可能だ。一部の州では州法によって購入できなくなっている。国 ATF が許してくれないのはフルオートやサプレッサー、ソードオフなどだ。M82 は高価で大口径弾を用いるライフルとして販売されたが、物好きやガンマニア、そして愛好家による需要により売れ行きは良かったようだ。ただこの銃器に関して、政府機関等はこの銃器の有用性に対して当時はまだ理解しておらず、採用されなかった。この影響もあって当時のバレット氏は銀行や友人に150万ドルの借金があった。アメリカ軍では当初これを陳腐化した対戦車ライフルの一種と見て採用することはなかった。一方で CIA はこの銃器に注目し、軍用銃として M82 を一定数購入している。あれ、なんで CIA が？これは当時ソ連と交戦していたアフガニスタン、ムジャーヒディン勢力を援助するために購入したらしい。途中1986年頃にバレット M82 は改良され、M82H になった。この銃器からついに性能と外見は整い、各国の注目を集めることになる。最初の大規模な販売を行った軍はスウェーデン軍だった。1980年代、国連レバノン駐留軍に参加したスウェーデン軍では、フランス軍が実施した地雷など爆発物の処理方法に関心が集まった。1988年にスウェーデン軍でも同様の任務を行うことになり、爆発物処理の方法として銃器を用い始めた。銃器？十分安全な距離から射撃することで起爆させることができるくらいパワーある銃器が理想だった。まずは 7.62mm の G3 をスウェーデン軍向けに配備した AK4 小銃で試し、次に 12.7mm の KSP88、そこからアメリカで販売されていた M82 での射撃試験が実施された。AK4、7.62mm の投弾ではうまく爆破できず、KSP88 では爆破に成功したものの工兵向け装備としては重量がかさばることから、国防装備庁は比較的軽量で十分な精度と威力を発揮するバレット M82 の調達を決定した。結果1990年に最初の注文軍がスウェーデンに到着し、正式名称は AG90 として正式採用された。正規軍最初は爆発物処理として採用されたんですね。スウェーデン軍での正式採用と同時期、1990年から1991年に勃発した湾岸危機や湾岸戦争の際に、アメリカ海兵隊が約125兆もの M82H を購入した。その後、海兵隊に続いて陸軍と空軍も購入した。米軍が用いた用途というのは爆発物処理だけではなく、宣伝の通り対軍物資、そして対人狙撃にも使用された。ついに工兵装備や競技用ではなく、攻撃としての運用が開始されたんですね。バレット M82 などのアンチマテリエルライフルはその実砲自体の飛距離とある程度の精度を利用し、かなり遠い位置から敵物資や車両、そして人間を狙撃することができる。これはつまり長距離という攻撃能力を持った数少ない歩兵兵器の一つであり、リスク少なめの範囲で敵を足止めしたり、妨害できるという意味でもある。設備の規模と取得性を考えたら明らかに優れてますよね。裏を返して対戦車ミサイルやグローニング銃器より小規模で車両を静止できるという人道的な利点も評価されている。人道的。もし人に着弾すれば、その点から議論が行われていたりもする。ただその破壊力はバレット M82 の常套句として使われている。その後、海兵隊では M82H に改良を加えた M82A3 を採用し運用を開始したが、一方で陸軍では次期正式採用対物ライフルを精度の良いボルトアクションと構想していた。ややこしくなりそうですね。XM107 を採用すべく、バレット社は M82 をボルトアクションにし、ブルパップにへと改めた M95 を提出し、一方で EDM アームズがウィンドランナーを提出。CFSR 計画が始動した。陸軍はボルトアクションライフルに切り替えたんですね。いや、結果的に XM107 の座につくのはボルトアクションライフルではなかった。XM107 として M82HM が運用され、2002年にはそれに改良を施した M107 を採用した。この陸軍の動きに伴い、M82A3 を運用していた海兵隊も M107 の調達を開始している。なぜ従来の形状に戻ったんですか？
どうやら検討の末、高精度な大口径ボルトアクションライフルより比較的精度は良くないが、ある程度の連射ができる持続射撃能力の高い大口径狙撃銃の方が要望高かったためらしい。そうなんですね。この銃器は同じ弾薬の M2 ブローニングに比べ、比較的軽量なことからライト不服と呼称されている。バレット M80 には前述通りその実砲の飛距離から、もちろん長距離での狙撃に多く用いられるようになる。2004年のイラク戦争にて、米軍のブライアン・クレイマー氏が M82AH を用いて2300メートル先の目標に着弾させたり、2008年のアフガンでもニコラス・ランスタッド氏が2092メートル先の目標にへの着弾を成功させている。本来の M82 の射程範囲は800から1400メートル程度なので、それをかなり超えた結果であり、世界有数の記録となっている。ちなみにバレット M82 を対等とした対物ライフルの普及により、現在の狙撃記録のほとんどは同規模の弾薬を用いる銃器が占めている。対物ライフルが狙撃の世界に大きな影響を与えたのは間違いないですね。バレット社は米軍での運用と活躍を宣伝することで海外でも M82 を売り、結果的に2001年には海外にへの輸出割合が 50% を占めるほどになったようだ。大ヒットしたんですね。ではここからはバリエーションを見ていく。まずは原型の M82。この銃器自体はセールに振るわず運用例も少ない。マズルブレーキは洗練されておらず、重心覆いやハンドガードには穴がなく、重傷の補強リブは肉抜きされていなかった。次に原型から発展した M82AH。AH 自体には前期と後期がある。前期はマズルブレーキがパインコーン型に変更され、重心覆いに冷却穴の追加、キャリングハンドルの追加、さらに重傷を肉抜き、固定リアサイトが追加された。そして次に後期型では効率的な V 字型マズルブレーキを取り付けるようになり、さらに後期 AH の発展にあたる M82AHM ではレシーバー上面レールが長くなり、リアサイトが固定ではなくなった。そして M82AH をラウホスマーク211という焼夷鉄鋼弾に最適化したモデルを M82AHA と呼称する。焼夷鉄鋼弾。この弾薬はいわゆる API 弾で、炎症効果もありながら相応の装甲を貫通できる代物となっている。この弾薬はバレットの他にも銃器にも使われている一方で、1868年のサンクトペテルブルク宣言に抵触するということから、加盟国のヨーロッパ諸国では使用禁止に近い扱いをされている。次は M82A2。この銃器は1987年に片付け射撃で行おうと変更された銃器だ。まるでバズーカのような構え方により大きく仰角を取ることができるが、結局市場の関心を集めることはなく生産中止となっている。対空任務のために開発されたと言われているが、この具体的な内容が記されていない記述もあったのでもしかしたら推測の範囲かもしれない。中に心をくすぐる形状ですね。次は M82A3SASR、アメリカ海兵隊向けモデルだ。M82AHM と比べ上部レールが盛り上がり、グリップ付近が若干スリム化、そしてキャリングハンドルが備えられていなかった。M82AHM と比べリアサイトが固定ではなくなりましたね。次は M107。米陸軍採用モデルであり、海兵隊も M82A3 の後継として用い始めた銃器だ。この銃器ではリアサイトがレール一番手前に位置し、そして重傷の下部グリップ手前先端が若干延長されている。現在バレット社では M82AH として呼称されているが、区別するという観点からであれば M107 と判別した方が良いかもしれない。超紛らわしいですね。次は M107CQ。M107 の単重心モデルで、CQ は接近戦闘という意味となっている。屋内での取り回しや車両や汎用ヘリへの搭載などの運用が想定されている。この M107 という名称はバレット社自身が勝手に用いている。屋内での取り回しでしたらブルパップのゲパード GM6 の方が良いですよね。次は M107AH。全体的に軽量化してマズルブレーキを QDL 型サプレッサー対応の円筒形に変更したモデルだ。QDL。これからの重工装置の主流になりそうですね。他にも重備前に位置するリコイルバッファーが強化され、構成素材の変更により 2.26kg の軽量化に成功している。2010年まで量産された M107 の据え置きとなっている。このモデルがバレット M82 シリーズの最新モデルだ。次は M90。この銃器はショートリコイルではなくボルトアクションにへと作動機構を変更したブルパップモデルであり、その意図はバレット M82 の代替商品だったようだ。1987年に M82A2 が開発された後に登場したブルパップモデルですね。開発発端は消費者による M82 のボルトアクション仕様の要望で、結果的に M82 よりコンパクトで精度が良く、安価で整備がしやすい銃器が完成した。その後、バレット社自身の技術進歩に伴い、改良した M95 が開発された。この銃器では約1インチグリップが前方に移動することでマガジンの操作範囲を広げ、激震とボルトハンドルの変更、重心と薬室にクロムメッキが施された。M95 と、M90 も M82 のレシーバーを有用している。マズルブレーキも6つ穴に変更され、車種の体験談曰く、338ラプアマグナムを思い出す反動だそうだ。撃った人にしかわからない例えですね。
前述の通り、アメリカ陸軍によって XM107 として選定される銃器の一つだったが、結局米軍が採用したのは M82HM の改修モデルである M107 だった。しかし海外の15カ国では採用されており、売れたは売れたものの、当初の予定である M82 の代替としての目標は達成されなかった感じだ。お値段は6500から1万ドル、M82 と比較して3割減の値段で取引されている。次は M95 をさらに簡略化した銃、M99 だ。この銃器では連発式ではなく単発のボルトアクションとなり、工具なしでの分解が可能だったり可動部品が最小限化と、かなり簡略された。かなりシンプル化されたんですね。トリガーはメンテナンスフリーだ。命中精度は案の定高く、1000ヤードでの5発射撃による着弾範囲は 4.09 インチに収まったという世界記録がある。過去形かもしれない。この銃器は2500から5000ドルとさらにお手頃価格で購入できる。それでも AR-15 が4、5兆買える勢いなんですね。次は試作兵器、XM109 ペイロードだ。ペイロード？これは OCSW 計画から派生した ACSW 計画により開発された 25mm オートランチャー、XM307 の使用弾薬である 25×59mm 敵弾をバレットの対物ライフルで射撃しようとした銃器だ。米軍が高性能グレネード弾を開発しようとしていた時期あたりの銃器なんですね。計画自体は1990年代後半から存在していて、実際に試験が実施されたのは2002年だった。この銃器の当初の名称は OSW だったが、現在は AMPR として知られている。ペイロードは AMPR から来てるんですね。構成として下部レシーバーはまんま M82 で、上部レシーバー全体が 25mm 敵弾に合わせた代物となっている、重心も 25mm 仕様だ。ということは上部を M82 に戻せば通常の弾薬も発砲できるんですね。弾薬の高圧上昇により薬室の危険解放を防ぐため、2本のリコイルバネと油圧式の制御装置が組み込まれている。25mm 弾を用いるということで初速 425m/s 秒にへと落ちるが、幅的な装薬量の多さにより飛距離は M82 と同じくらいで、弾種も鉄鋼弾や鉄鋼焼夷弾、成型作薬弾、そして BORS 新艦による空中炸裂弾も開発中だった。XM109 は M107 より多大な破壊力を得たものの、この重く大きい弾頭によりマズルブレーキがほぼ機能しなくなり、許容できないレベルが車種を襲うというあまりよろしくない欠点が生まれた。反動が強い銃器はよく歴史の闇に消えますよね。2004年時点での課題はこの過大な反動だった。過大なだけに。は？他にも問題はいろいろあった。まずは M107 と XM109 の精度比較試験が実施された。約 600m での射撃では M107 が 2.30MOA となり、一方で XM109 は 2.53MOA となった。さほど変わらないですかね。そして約800mの距離での射撃では M107 は 2.53MOA だったが、一方で XM109 は 3.33MOA と急激に精度が悪化した。射程は同程度とはいえ有効射程で大きく差があるんですね。さらに 25mm 敵弾自体の運用必要性も懐疑的だった。射程も対物ライフルでもなく、一撃必殺ができるかどうかという運用の可能性が不透明だった。ある情報によれば、XM109 は XM307ACSW の開発計画である OCSW 計画の中止とともに XM109 も2006年に終了したと記述されている。ただ XM109 自体は全て廃棄されたわけではなく、おそらく保有中だ。保有から20年が経とうとしていますね。一方で中国はこの計画に注目し、独自で LG5、QLU11 などの狙撃ランチャーを開発している。中国百回枠、成功事例だそうだ。本当であればぜひペイロードの開発も実現してほしいですね。ついに最後だ。M107 の後継として開発され、2006年に発表された XM500 だ。コンセプトは M107 より軽量で小型という名目で、作動機構がショートリコイルではなく、ガス圧作動方式に変更された。プルパップで固定サイトが排除されている。詳しい情報がなく、公開後の動きが全くないという感じだ。現在は XM109 同様消滅している。五輪銃。この銃器の運用は民間や軍用に止まらず、砲執行機関にも採用された。高い威力と貫通力を買い、旅客機の厚い防風ガラスなどの分厚い壁越しに犯人を狙撃するためだ。軍用よりは短い距離での狙撃ですよね。そして米国沿岸警備隊が密輸に対する対抗で用いたり、ニューヨーク警察が車両を無力化するための銃器としてバレット M82 を採用している。このように世界中の軍隊や砲執行機関での運用が増え、知名度が上昇するとともに、この殺傷能力と射程に優れた銃器が民間で所持できるということが問題として議論されることになる。やっぱり問題視されたんですか。合衆国法典第26編5845条によれば、手榴弾や敵弾銃、大砲に加え、一部のライフルと散弾銃以外で口径半インチ50口径を超える銃器は破壊的装置に分類されると定義されている。このように50口径を超える銃器、つまりバレット M82 はちょうど50口径なので破壊装置には分類されないという感じだ。国の法律ではセーフなんですね。
1980年代、アイルランドのテロ組織と指定されている暫定 IRA は数丁のバレット M82 を密輸した。密輸されたバレット M82 は狙撃チームに渡され、サウスアーマー狙撃作戦に使用された。後ほど M90 も密輸されたが、合計6名ほどがバレットの車線に入り狙撃された。この狙撃はイギリス兵らの士気を下げ、ヘリコプターの投入を慎重にさせるという効果が出ている。重くかさばりますが、市街地での強襲にも効果的だったんですね。他にもアフリカでの運用例もあるが、テロでの使用の懸念が広がり、ついに2005年にカリフォルニアが50口径銃所持を違法化した。他にもハワイ州やニュージャージー州で禁止されている。AK もこのようにしないと所持できない州ですね。このカリフォルニア州での規制に関して、ロニー・バレット氏はこう発言している。50口径は優れた記録を持っている。ご存知の通り他に50口径ライフルが開発された例は非常に少なく、ないとは言わないまでも他の口径の銃も手本とするべきであろう記録だ。それに全長が長いライフルだ。誰かが犯罪者の銃と呼んだのを聞いたんだろうが、これは5フィート半かそこらある。犯罪者が使いたがる武器ではない。そこから、戦場以外でどのような場合に50口径銃が必要なのかを聞かれると。ターゲットライフルだよ。おもちゃだ。高級な大人の趣味のための玩具だよ。この後、バレット社はカリフォルニア州における全製品の販売及びサービスを中止した。そしてバレット社は同時に自社で416バレットという弾薬を開発。これに適合された M82、M107、M95、M99 を販売した。規制による販売不振の抑制狙いですかね。2016年、M82 及び M107 はテネシー州議会によって州のライフルに認定された。ケンタッキーライフルも候補だったが無事選ばれたようだ。今回の回はパブスレイやケンタッキーと懐かしい銃器が登場しますね。2021年、バレット社は他の9つの米国銃器メーカーと共にメキシコ政府によって起訴されている。え？なんでですか？それはメキシコ国内での麻薬戦争が原因だ。政府とカルテルによる均衡状態を破ったのがバレット M82 としている。実際 M82 はカルテル側の押収数が増え続けているようだ。これは他のメーカーと共に密輸され、メキシコ国内に流出しているという背景がある。このようにバレット M82 シリーズは正規軍から犯罪にまで使用され、良い面から悪い面までも大ヒット商品となっているが、現状としては2021年から米軍は M107 の代替としてバレット MRAD の運用を開始しており、代替の流れが来ている。338ノーママグナム弾使用のこの銃器は M107 を代替できると判断されている。代替先の範囲が次もバレット社でよかったですね。では最後に採用国を挙げる。アメリカ合衆国、アラブ首長国連邦、イエメン、イギリス、イスラエル、イタリア、インドネシア、ウクライナ、エジプト、エルサルバドル、オーストリア、オーストラリア、オマーン、オランダ、カタール、カナダ、ギリシャ、クウェート、クロアチア、コソボ、ジョージア、サウジアラビア、シンガポール、スウェーデン、スペイン、スロバキア、セルビア、タイ、チェコ、チリ、デンマーク、ドイツ、トルコ、ノルウェー、パキスタン、バーレン、フィリピン、フィンランド、ブータン、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ボツナワ、ポルトガル、ニュージーランド、マレーシア、メキシコ、ヨルダン、リトアニア、ルーマニア、レバノン、中華民国、韓国、日本、モロイスラム解放戦線、暫定 IRA で用いられている。日本。公式には発表されていないが、平成21年度装備品など下記車両関係に関わる各種契約希望募集要項によればバレット M95 が調達されたことが判断できるようだ。ではまとめだ。 50DMG を型打ちしたいという願望のもと実現した対物狙撃銃バレット M82。 廃れたジャンルである大口径狙撃銃を対戦車ライフルではなく対物ライフルとして実現したこの銃器は、地雷処理を筆頭にその長射程での可能性が注目され、米軍での運用をもとに世界各国が用いり始めました。現状としては他各国や自国でも新型の対物ライフルは登場しつつあり、米軍自体も M107 の代替を図るなど、退役の波が来て入るものの現役で用いられ続けられている銃器だった。ご視聴ありがとうございました。もしよかったら高評価、チャンネル登録をお願いします。また見てね。